スマトラは、オランダ海軍の軽巡洋艦。ジャワー級軽巡洋艦の2番艦で、艦名は、スマトラ島にちなむ。ジャワー級軽巡洋艦は3隻が計画されたが、3番艦、セリベスは完成しなかった。スマトラは、ネーデルランズシープスバウマーチカッピのアムステルダム造船所において1916年7月15日に寄港した。 第一次世界大戦のため建造が遅れ、1920年12月29日に浸水、1926年5月26日に竣航した。その後、ヨーロッパからアメリカ大陸経由で極東に向かう。1927年1月中旬、スマトラの日本訪問の予定が組まれる。その頃、大日本帝国においては、 大正天皇の大葬儀を準備しており、日本海軍の各艦は日本列島各地に配備される。2月3日、スマトラは東京湾に入り、横浜に到着した。2月7日から8日にかけて、大葬の礼が行われた。品川沖合には戦艦3隻などが、横浜港には総甲巡洋艦カスガが配備される。スマトラはカスガの隣に停泊していた。 2月9日、スマトラ艦長や乗組員は横須賀停泊中の不装型戦艦山城を見学した。その後、スマトラは東京湾を出発し、瀬戸内海を経由して関門海峡経由で中国大陸に向かう。2月17日、スマトラは下関海峡を通過するが、この時に乗組員が日本陸軍の下関要塞を写真撮影した。 疑いが生じた。5月、スマトラは再び日本を訪問する。上海を出発後、5月14日長崎港に到着した。下関要塞の件があって、日本側は注意を払っていたが、特に問題も起きず、館長以下の陸民は長崎市の名所を観光するなどして過ごした。18日に三菱造船長崎造船所を見学した際には、 基礎工事中の青葉型重巡洋艦青葉に興味を抱いていたという。5月19日夕刻、スマトラは長崎を出港してラニン,ンに向かった。1933年から1935年半ばまで、スマトラはスラバヤで近代化改修工事を行った。1938年7月、オランダに戻った。1939年9月、 第二次世界大戦が勃発したが、オランダ王国は中立を宣言した。1940年5月10日、ドイツ軍がオランダ侵攻を開始、西部戦線は大きく動いた。本館はオランダのフリシンゲンに所在しており、5月11日にイギリスへ脱出した。ナチスドイツはイギリス本土上陸作戦の準備にかかったので、スマトラはユリアナ王女や家族を乗せて、 イギリスを出発、カナダに移動した。同年6月から8月まではカリブ海で活動した。ついで、フリータウンやケープタウンなどを経由して、東南アジアへ移り、ジャワ島スラバヤで修理のために退役した。1944年6月9日、ダーバンなどと共に自陳したスマトラ。1941年12月8日、大日本帝国が、 南方作戦を発動して太平洋戦争が始まった。乱印作戦の進展に伴ってオランダ領東、インドにも日本軍が迫り、極東の連合国は窮地に陥る。スラトラは期間修理未了のまま1942年1月17日に最終駅し、セイロンとコロンボへ移った。それからイギリスへ向かい、10月に到着した。その後はイギリスに泊まり、 1944年6月9日、ノルマンディ上陸作戦に伴う、マルベリー人工貢献像において、ソードビーチの防波堤として沈められた。本艦と共に、自由フランス海軍のクールベ急戦艦、クールベイギリス海軍の d q 系ジュンダーバンなども、防波堤として一緒に沈んだ。ありがとうございます。